立友会は、合唱指揮者の栗山文明が音楽監督を務める複数のアマチュア合唱団の総称。2016年3月現在、5つの混成合唱団、6つの女性合唱団、2つの男性合唱団より構成される。オーケストラなどとの共演にあたって、立友会合唱団の名義を取ることがあるが、これは複数団体の総称であり、 立とも会に在籍するには、各団体のいずれかのメンバーであることが必須である。各団体とも、単独の活動に力を注いでいるため、立とも会のみに在籍することはできない。1994年まで全日本合唱コンクールに複数団体が出場しており、1993年には出場した7団体すべてが、全国大会で金賞を受賞した。その後、 栗山の手術及び療養をきっかけにして、コンクールから撤退している。厚生合唱団としては、合唱団協、コーロカロスなど、東京都近郊で活動する合唱団のほか、栃木県宇都宮市、長野県松本市などで活動する合唱団もある。プロのオーケストラとの共演、テレビ出演、レコーディング、演奏旅行などの活動が多い。 律とモカイが独自に企画する演奏会への出演もある。また、東京カウンタやコールフェスタなど合唱のイベントに出演者、スタッフとして携わるメンバーも多い。指揮者や作曲家、ピアニストなど音楽を制御にしているメンバーも存在するが、多くは会社員、公務員、学生、主婦などで構成されている。ありがとうございます。